前回のあらすじいろいろあって対決することになった。雑いな。今回の対決方法は叩いてかぶってじゃんけんぽい。簡単にルール説明をしよう。まず2人準備してじゃんけんをする。そして勝った方は負けた人を叩くことができる。そしてこの時ペンギンは悩んでいた。どうする？ YouTube の先輩たちは今までいろんな法則を破ってきた。この漫画はその法則を破れるのか。そんな心配をしているペンタに一つ希望が見えた。あ、俺主人公だ。主人公の法則。主人公の法則とは、まあ何があっても結局は主人公が勝つよねみたいな感じの法則である。なんかペンギンが謎の自信を得ている。じゃあ始めよっか。最初からチャケポイ。負けた。でも初めに主人公が負けかかることはよくある。ここでヘルメットをかぶって2回目に行けば僕の勝ちさ。ん？何守るもの壊してんだよ。結果かかととは反則負けになった。